福島東洋館、この試合の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の伊野尾、対するカープの先発は右の岡田、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく、まずは1回の表、先頭バッターは田中、第2球打ちました、セカンド正面、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト。山崎、敗戦投手は中崎、実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。